オ TV。 追加1000円うえー。258ゲームね。まあレギュラーね引けてる分だけ負けてないって考えれば1個の設定差は合ってないようなもんなんでね、ある意味個設定ならではの終始状況になってるんですけど、今日は2572ゲーム回せてビッグを6回しか引けてないのに、投資が今これが550枚か、ビッグ確率で言ったら430分の1だからね。まあねえ、それだけ引けてなかったら本来もっと負けてるはずなんで、レギュラーのおかげでなんとかまあぐらいで済んではいるんですけど、追加1000円96。はい、まだなんとかなるけど、全部で600枚。サービス入る人は28。スイッ、よし、よしよし、まあ、とりあえずトントンぐらいまでは戻ってきたんですけど、これちなみにビッグがバゲに追いつくようなぐらいの流れになるとどうなんだ。4回差が空いてんだよね。で今2000、間もなく700。134。あ、よしよしよし、あ、増えてる分にはいいよ。別に野暮な期待をしてるわけじゃないんだよね、この台は。期待していいところに期待してる状況ですんで、ね、ここまでちょっと苦労した分、逆に、ね、期待してる以上のもんがね跳ね返ってくる時間帯もあっていいはずなんだ、本当は。18、桑田真澄。桑田、お前は本当に57、ビッグだらピーク越え。よし、よい、よしよし、ようやく来た。ねえ、低くかがんだ方が高く飛べるというところをね、ちょっと見せてもらいたいもんだ。1100枚、200枚まであるかどうか。ただビッグはおかげさまで288分の1になりました。ここで止まるなよ。さっきはこの辺から
ビッグカン1000くらいましたんでね。よし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 、10ゲーム。もうこんなんビッグだもん、さすがにね。そこはねえ、そこはビッグじゃないのか。今173ゲーム。ああちょっとのラインまでに当たってビッグだら多少増えんだけどね。ちょっと増えた。今まあ微妙に増えてる時間帯ではあるんですけどね、いちいちこの箱に届きそうで届かないね、このギリギリの線っていうのかな、ここをやっぱね行ったり来たりしてるとやっぱねちょっとやっぱこう気持ち的にまあでもそわそわするよね。わかりやすくそこだけねとりあえず超えてくれるとだいぶ楽なんだけど、314ビッグならばそこまで傷口は深くないんだけど、いやーでもよくねえな。苦節5時間半ほら来た15ビッグなら完璧。よし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 、来たな。いや終盤ちょっとだいぶ来てんなこれ。73ゲーム、いいですいいです、もう締めの段階だからハマんなきゃいい。157もうビッグでいいよ、ビッグだね。よし、どうかな、2000枚まではまだねえか。22これ化け、27これで100やめて2000倍流せるかな。やりました、とりあえずは最低限の目標達成。47やべえ取り切れないかも。いや一気に来たなこれ。3751ゲームで17の16合算113。
まあ、途中経過をともかくとすればもう結果的にはもう大成功。やべえ、もうこれ取りきれねえわ今日。これで110分の1ぐらいになったのかな。はい、取りきれずやめ。はい、やりました。投資が550枚で2526枚流しましたんで1974枚か、約2000枚。いや、ここまでの台だと思わなかったです。もう昼過ぎ一回持ち込み全部飲まれて、まあ、1000買い足しっていうところまで行ったのがだから2時ぐらいの話かな。でそっからまあ始まってるんで実質2時間ちょっとの間でまあこれだけ出せたという感じでございます。ね、分かんないもんですよね。まあ本当こういうことを一回やりたかったんですよ。朝からきっちり1台で、うん、まあ、2000枚から3000枚ぐらいのやつを1台粘って流すと。正味3回目かな、三つ星でジャグラーを追っかけ始めて朝からおかげさまで実を結ぶことができましたという感じですね。時々もしあれだったら途中やっぱちらっとだその昼過ぎ飲まれて、でやっぱりね2000ゲームから揉まれたりあるいはハマったりとかっていうのをやってると気持ちの面でねやっぱちょっとやっぱその気遅れするところが出てきちゃうんで、そのあの段階でこんな出るとは当然思ってないですから、あもうどうせこのまま終わっちゃうんだろうなと思ってたんですけど、まあやっぱね、ただそこで、うん、今日はレギュラーにやっぱ後押しされましたよね。で頭じゃ分かってるんですよ、もう何しろやっぱ続けることで、今日はこの時間内にこれ結果出たからいいですけど、これ時間内に結果出ないこともあるんですよ。ただもうやっぱそれ途中で放り投げてるようだとやっぱりね、うん、しかるべきと結果には着地できないですから、でなんかまあじゃあ別に根拠のないところを打ち始めてしまったんではもう元も子もないんで、やっぱりね一つまた、うん、勉強になったというか確認できたといいますか、うん、何しろやっぱ続けること、もちろんその根拠のあるところでね、ジャグラーで言ったらもう僕も今日も特にそうですけどもレギュラーしか見てなかったんですけど、うん、これをやっぱ続けるっていうのは大事だなという感じでございます。でまあちょっとね三つ星でジャグラー実践が結構続いちゃってるんですけど、次がね8月8日なんですよ。まあ、言うなれば年に一度のスペシャルデーと。どうなんでしょうね、多分ね8月8日ともなると朝のもう抽選次第なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、早い番号を引けたらだからまあ ATRT 狙ってみるもよし、遅めだったらどうなんだろうね、8月8日ちょっと読めないですよね。場合によってはもう台数より抽選に参加する人の方が多いみたいなことも考えられますんで、最悪ちょっともうパチンコみたいなことになりかねないじゃないかなと。夏休みだし一応ギリギリお盆前って話なんですけど世間一般的には、なんでちょっと次回ね、まあただ祭りですから次は一つね今回いい結果残せましたんで、またぜひね次、うん、このいい流れに乗っていい結果残せるように頑張ろうと思います。またお会いしましょう。さよなら。